はい、どうもこんにちは、夏でございます。3回目ですね。前回ジーニアをつけていったんですけど、まあ、そんな効果がなかったと、まあ、数ターン耐えたとこで差はなかったっていうことですね。結局火力が不足してるんで思いつきました。別にこれ同キャラ禁止じゃないんですよね。なんで今回はドラゴンキラーがつけれるコットンの方がね、火力出ると思うんで、コットンを2枚入れていきたいと思います。これで勝てなかったらもうどうしようもない、どうしようもないけど、さっきツイッターでツイートしたらディアブロスのあの割合4発で倒せるらしいんで、まあ、最悪それですね。絶対したくないけども最悪それでいきましょう。で、このコットンですね。まずこのコットンの洗剤を開きます。で、ドラゴンキラーに塗り替えます。で、一応ジーニャもつけていきますと。これですね。これで頑張ろう。あとはもうほんと落ち込んでよ、ほんとに。落ち込ん頑張って、マジで。で、まあ、お邪魔はそんな必要ないんで、ターリスもサスケにします。いや、コットンがバランスなのはほんとに助かる。助かったと。クリアして言いたいですね。さあ、まあこの辺はね、改めてもう言う必要はないと思うんですけど、もうタッチ勉強握りすぎて手が痛いわ。変な跡つくわ、もうこんな豆できちゃうよ。しかも強く握りますからね。ここでのお邪魔3つが本当に萎えるんで、絶対に2つは作ってほしいんで、ここは。耐えそう。まあ、これは耐えちゃうね。これ耐えちゃって。で、まあ、どうせ溜まるんでこれ使っちゃって。あれ?てか全然バインド受けてないやん。まあ、でも水がないと話になんないんで。ここは解除してから行きます。いや、正直オデドラのとこもね、コットンにしたいんだけど、もうコットンが優秀なんだよ、本当に。スキル相性悪いけどさ。なんで、あと悪魔キラー減ってるんで、四天王寺とこいつはきついですね。そこは気をつけないといけません。オデドラを悪魔キラーにしてくるっていうのはありだったかもしれませんね。でもこの辺もね、やり尽くしたからね、調整方法とか覚えちゃったんだよね。これでいい感じなんで、大丈夫だよね。そんな技があるのか。まあどうせ次ワングレンだからそんな問題ないんだけど、まあ受けたくはなかったよね。だからまあ四天王寺もこれは追い打ちを狙うのではなくて、普通に半分削った方が楽かもしれませんね。てかそうしないとダメな気がするな。まあ最悪オデドラで保険かけて殴るとかね。ちょっと彼らが怖いですね。ボスに特化しすぎて道中が危ない可能性があります。で、今撮影時間がね、これ6時ぐらいから始めたのにもう10時なんですよ。そんなにやってるんですよ。まあ、撮影といっても今日の1個目の動画からやってるんで、まあ、実際にこれをねずっとやってるわけではないんですけど、もうね、飯もなんか勝つまで食いたくないんだよね。喉を通りませんなぜか。で、ふて寝するにもなんか悔しんでできません。で、こいつを倒さないと僕は睡眠も許されず食事も許されないっていうね、すごい状態なんで、マジで倒したい。で、ワングレンにこんな苦戦してしまってる。ここまで来ると強いな、炎帝も。炎帝じゃねえや、グレンの竜輪もね。炎帝来る前に倒しましょう。
こいつにこんな苦戦したことはなかったんですが、 OK。 で政宗と不天童寺でぐだるんで、そこはもうねパッパと早送りしますね。あそこ最近すげえぐだるんですよ。はい、これが来まして、今回は毒耐性がバッチリなんで大丈夫です。いや、これアルテミスを使う必要があるかもしれないと思ったらサスケ溜まってたっていうね。頑張れ頑張れ。いい落ちコン来た、いい落ちコン来た。これいけるんじゃないか。オッケー、本題に入りましょう。これが溜まってんだよな、もうこれ本当に難しいね、忍者武器って。少なくともね、マイナスになるね武器はねそうないと思うんですけどね、うちの場合マイナスになっちゃうんですよね。はい、ってことでいつも通りやりましょうか。前回なんか一回焦ってねミスってるんでね、ちょっと焦りはなしで、あのほのりん殴ってるぐらいの感覚でやっていきます。いいぞ、なんかすごいな、追い打ち入ったわ、木は食ってくるわ。で欠損したんで、もう早速これ使っといて、ちょっと今回はね僕もやる気出してますから。また正直2回目はもうテンションもクソもなかった、できない状態でやる気なかったけど、今は復活してますから、このやる気を落ち込ん先輩にも伝えたい。まあ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 、ここはいいわ。でこれが来て、で、まあ、ここはしゃあないからやるとしても回復ぐらいですかね。これで様子見です。ナイスナイスナイス、ダメージ入った。で回る回転回る回転が OK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 、 いいぞいいぞいいぞ。ここ33あるからこのまんま行きます。どこでねあれをしてくるかわかんないんですけど、発狂はなんとかの火みたいなスキルだったはずなんで、それを目印にやっていきます。どんどん行くの でコンボ吸収入ります。でこっちもまだ盤面は全然いいんで、このまんま行きます。回復もったいない、この辺だな、この辺で使いたいな。それが来るね。ここでじゃあオデドラ使ってアルテミスを使ってバッケスエンハンスを使います。で延長します。 OK、 行きましょう。でここは平積みでちゃんとコンボ組んで、コンボ吸収を回避していく。うわー、もったいないもったいない、てかやばいよ。おし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 、あぶねえあぶねえ。オッケーオッケー、めっちゃ減るやん。ドラゴンキラー万歳ですねこれは。そう、謎にね同キャラをね禁止するっていうね、まあその11月の癖が残っちゃってたんですよね。ナイスナイスナイス、オッケー。バッキセンハンス強えな、てか2ターンのエンハとかの方が良かったのかもしれないね、今回は。目覚めも活かせますしね、2ターンなら。まあ、今回もこれで勝つんでいいんですけど、おそらく。で、毒もね、100% にしてきましたから、このために。でそろそろカウントダウンが始まるんではないでしょうか。疲れましたみたいな舐めたこと言い出すんで、そろそろいいよいいよ。はいはいはい、 OKOKOK で回復する。でこっちは弾かないと、最近弾かないんだよね。まあ、とりあえずここは磨いて
ダメージ与えれるなら与えて、まあまあ仕方がない。意外と時間も短いんだよね。はい、帰りたいとか言い出すんで、こっからアルテミス使います。その非生成がいらないんだよな。木が増えちゃうから使いにくいんだよな、こっち的には。まあそのためにやってんのかもしれませんけどね、邪魔のために。 OK、 はいはいはい、もうゴリ寄せ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 、いいぞ。今のはでかい。ってか意外とゴンゴン言わないんだなこれ。よし、欠損か。ここでこれは痛い、これは痛いが、しかし割と今回余裕があるんで。やっとですよ、もう大変だったこのダンジョン。欠損しないでね、次も。これじゃないんだよ、まだまだ大丈夫なんだよ。使っとくよ、使ってサービスして、この次かな、多分この次ですね。3,4,5,6,7,8 からの落ち込んで、いける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 、この次来るんで一応ね、先行の結果貼っといて。ほら欠損してるから、これなかったらうわーってなってたから。これがね僕のチャンネルなんで、今回そのフラグをねちゃんとへし折るべく、Gには持ってきたわけですから。 OK で、こんなん食らいませんと。で、おでドラで解除。タディス、倒そう。いやー、結局、まあ、落ち込みの調子が良かったってのもあったけど、そのね、何回も言ってますけど、コットンでキラーをね、ゴリ押すっていうのが良かったですね。最後、6コンボかよ。あ、喋るんだ。オッケー。あなたに協力しましょう。ふざけるな。ふざけるな、本当に。なんだ、今更。いや、もう本当に、本当に大変だった。で、なんか止まってるの気持ち悪いな、これ。進化前止まってんのか。ずっとさ、動いとったから気持ち悪くない、なんか止まってると。はい。いやー、二度と来なくていい、これ。二度と来なくていいです、このダンジョンは、本当に。まあ、来るとしたら、めっちゃ強くなって、あ、楽になったねってくらいの時代に来てほしいね。はい、ということで、なんとか勝てました。なんとかでしたね、本当に。壊滅級の中でもやっぱね、まあ、火ばっかってのもあったけど、難易度がだいぶ分かれてる気がしますよね。これが、ドラゴンラッシュと同じ難易度とは思えないから、まあ、超壊滅ってわけでもないけど。いやでもボスの強さって正直さ、もうクトゥルフとかあの辺とかさ、ヘラとかさ、あのヘラニクス、あの辺とかと一緒じゃない、大体。あざとさ例外として、正直さそんな大差なくないって僕は思うんですけどね。はい、ということで、まあ、皆さんはね、簡単に勝てると思います。そんな難しくないと思う、まあ、普通にゴリ押したらそんな難しい男女じゃないと思うんですよ、これ。でも皆さんはね勝ててると思いますけど、リク降臨でございました。バイバイ。